0.5 0.5 だとそこは分かる、 0.3 なら分からない。でもこれ例えばラインをまあ太くしました。ライン1号で、0.5 そこ分かる。でもラインを2号にしたら 0.5 のそこが分からない。なんでかって言ったら、その重りが穂先を引っ張る強さよりラインを潮が押す力の方が強ければもうそこ分かんないですよね。はい、うん、でそのラインが太く、ラインが太くなるともっと重りが大きくならないとそこが取れないっていう。でそしたらそれって感度っていう言い方をすれば感度が下がってますよね。はい、穂先がごめんなさい、糸が太くなればなるほど、はい、こう要はその感度が下がってますよね。はい、だから糸が細ければ細いほど感度の高いセンシティブな釣りができるっていうことなんですよ。うん、そこが分かるっていうのは要はその重りがずっと沈んでいっている時のテンションと重りがトンってついた時のテンションの差が分かるってことじゃないですか。テンションの変化が分かるってことじゃないですか。それが糸が太いともっと大きな変化が出ないと分からないっていうことですから、だから釣りしててもより小さなテンションの変化が分かる、それが細いと。でもっと大きなテンションの変化じゃないと分からないのが太いところなんですよ。だから糸が太くなると釣りは難しくなる。初心者の人ってそこよりもかけてから魚が取れるかどうかのことの方を心配するんですけど、それはね案外取れます。今日今 1.25 今から巻きますけど使いますけど、 1.25 のラインがあったらまあいろんな条件もちろんあります。ラインが傷ついてないとか障害物がないとかラインどんどん出してても大丈夫とかいろんな条件はありますけど、 1.25 あったら、まあ、52、53のチヌは取れますから、心配であれば 1.5 にするとかで、さっき 2.5 を使ってたんで、1.2 にするとだいぶ変わりますよね。ものすごく釣りがしやすくなりますから、うん、ロッドは F2 に変えたんですけど、それに伴って針も変更します。これねかなり細軸の2号です。なんで細軸にするかっていうと、要はそのロッドも柔らかい、ラインも柔らかいんで、その合わせのパワーがどうしてもかけられないんで、より細くして、貫通力を高めるってことしてやらないとバランスが合わないんで、この針にしました。以上です。はい、ありがとうございます。まあ基本はちょっと持たす方向で、チヌいないときに割れてもしゃあないでしょ。だから別に割り急がなくても、まあ、団子に混ざってるオキアミがその寄せてくれるから別に差し絵が出てなくてもいいってことです、はい、そうですね、いないならもう出ててもしょうがないですもん。そうです、はい、うん、こっからね、まあ、釣りやることは一緒ですよ。やることは一緒なんですけど、まあ、感度が全然上がるんで、釣り自体のタックルの感度もそうやし、釣り自体の感度も全然上がるんで、まあチヌがいてくれたの話ですけどね。なんかちょっと潮がね止まってる感じかな今。言い方が動くな。あれはね、合わせたかったけど。ダメ。単語に反応出てますね。今単語割れたかな。
変な感じ。あんなに団子に反応出てたのに、団子割れてから何もないな。当たりもなく受け取られた系かな。なんか触ってるかな。今のはどういう基準で合わせた？今テンション抜けました。あ、なるほど、うん、2B の重り今ぶら下げてたんですけど、はい、あ、ぶら下がってたんですね、うん、ぶら下げるかどうか、まあ、ちょっとまあそこスレスレぐらいだったかもわかんないですけど、はい、テンションがかかってたやつがふっと抜けたんで、はい、合わせました。なるほど、まあ、ちょっとかかりませんでしたけどね。そういうのを積極的にもうこういう団子とか叩いてくるような状況だったら、そうですね、やった方がいいですか、うん、特にね、血のが小さい時っていろんな当たり出るんですよ。はい、うん、全部その抑え込むとは限りませんし、もちもちもちってした当たりが出たりとか、今みたいにこうふっとテンションが抜ける当たりもありますし、結構ね、小さいほど当たりややこしいですよ。なんか小さいとなんか大きく出るようなイメージもあるんですけど、そういうわけでもないです、ね、うん、お、黒川さんに当たりました。違いますね。違いますか。どうか。お。違う。キイちゃんです。あ、キイちゃん。キイちゃん。塩焼き。実はキイちゃん大好きなんです。お疲れ。チヌが先見つける可能性が高いかって話なんですよ、はい、絶対エサ取りが見つける可能性のが高いじゃないですか先に、はい、だったらエサ取りやられますよね、はい、だけどそれが団子だったらその団子を最初に見つけるのはもちろんエサ取りが先見つける可能性高いですよ。個体数多いですから、はい、だけど、はい、団子の中にいる刺しはあのエサ取り食えないんで、食えない間にチヌが見つけてくれたら釣れる確率が上がるじゃないですか。うん、だからその方がいいですよ。要はチヌがそれを叩き割って中身を食うまで、うん、あの餌取りはもう外を続いてるだけだから、そうですそうです、あの餌取りのあたりは出ないと、じゃ あ, あの着手と同時に割れるというのにこだわってもあまり、そうです ね, ね、あ、そのさっきの話でいうとチヌが来るまで待てないということになりますよね、うん、そうですそうです、はい、今まさにそれが起きました。おおおめでとうございます。出たがりな感じできましたね。イエーイ。曲がりますね。お、お、またチヌだ。これさっきのあのアピールチヌ の, あの次の一頭ですっていうことですね。ちょっと分かってきましたね。おお、さすがトーナメント大事に行きましょう。イエーイ。本当にこう今日はまあ小さいけど、その中からちょっと大きいの来てほしいなと思うのをやってるじゃないですか、はい、でもこの小さいままでいいから1匹でもよく釣ろうっていう釣りも面白いんですよ、うんうん、まあ、そうなってくると本当にもうこうテクニックのこう水温みたいな釣りになりますけどね、かなり面白いですよ。ゲーム性はめちゃくちゃ高い。今日はちょっとサイズ出てほしいんですよね。はい、40オーバーちょっとね釣りたいですね。黒川場所変わろうか。大丈夫ですよ、変わりますよ。チヌってかけた瞬間ってギュ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 って走るじゃないですか、はい、あれギュ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 がもそ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 ってありますから。このロッドの特性としてですか。いやーみたいな。ぬる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 。要はその叩きとかそういうショックでバラさないように、はい、だいぶクッションが効いてるってことですか、
どうですか。これも絹っぽいですけどね。今ド迫力の合わせ取れましたよ。チョンってこう動かしたでしょ僕。はい。あれがなんか。あ、いい誘いになったみたいな。うん、何？大きいの来たー。うわー、92センチ。でかい。でも今日ねこういうサイズが多いですね。そうですね。うん、まあ、ちょっとサイズは小さいんですけど、それだからこその面白さもありますね。このぐらいサイズだとちょっと口小さいからどうですかね、うん、やっぱりサナギとかって簡単にはボンって入ってくるようなあたりって出にくいんじゃないですか。ありますね。なのであのコーンの2粒出しとかいいですよね。黒川もそれ多いんじゃないの。うん、今日もうずっとコーンの2粒 で、うん、でサナギもつけるときはちぎって、うん、やっぱりこう飲みやすいというか吸い込みやすくするために、はい、収穫したらですね。アイゴっぽいだなと思ったけど金っぽい。今のはどしっとした強いあたりというか。そうですね、入りましたね。しっかりしっかり吸い込ませてっていうあたりですよね。だから慌ててかけなくていいんですよ、団子という時は。あの重りない時は、はい、確実に吸い込ませるのが大事ですね。お、死ぬだ。あんな当たり出れば誰だって忘れるでしょ。うん、あの当たったと思いましたやっぱり、うん、でもあれをその前に合わせたらね、あの当たりは出ないんで。確かに。電光石火で合わせる時もあれば、あの人じっくり待って、うん、あの吸い込ませるあたりもあるってことですね。ありがとうございます。よいしょ。よいしょっとお。気がついたら結構な前となってました。ですね。まあ悪条件でしたけどね。まあまあそこそこ当たりあって楽しみましたよね。はい、まあ、あのすごいテクニカルで。内容の濃い釣りでした。またあの機会あったらこんな動画撮りましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。黒川先生も一言お願いします。まあ、あの雨の中コンディションも悪い中、一日なんとか頑張って釣果も出せて釣りできたかなと思います。やっぱり NSR 最高でしたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、いや今日お疲れ様でした。すまんな、気づかせて。じゃんじゃじゃん。すいません、今あの必要以上にアップでした。今、はい、いい感じです。はい、何でしょうか。ですね、西田さんの YouTube 登録者数、1000人突破記念として、私黒川から盛大なプレゼントでございます。ありがとうございます。またこれからも頑張ってください。ありがとう。パチ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 。なんと中身はですね、あのシマノの高級なクーラーボックスでございます。めっちゃ高級なやつやん。あ、家の冷蔵庫が使してもらおう。釣り使うのもったいないから。どうぞ。釣れるかな。釣れるかな。釣れるかな。天気が最高でした。もうカメラに水滴バッチリついてますけど今。もう防ぎようがないので。はい。でも今日ね、あの鵜方浜釣りセンターにお邪魔いたしまして、ね、かかり釣り楽しいよということで、1日目はまあワイワイと、食事など楽しみながら釣りをして、で2日目はもうこの天気の中ガチで釣りに行くということで、5人で楽しくやらさせていただきました。で、動画チャンネルをね、まず一戦 by NSR チャンネルと西田さん、すいません僕かぶりました、ごめんなさい。で、黒川さんの、いいねかかり釣りチャンネル、ね、いいねで、私、せん越ながらドボちゃんの方でもね、
番外編ということでネタを投稿していきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃ皆さんちょっと一言ずつコメントいただいてもよろしいでしょうか。はい、簡単に僕から。はい、ちょっとねいい天気でしたけど楽しい2日間でした。でまあ、いろんな動画に分けて公開されると思うんですけども、まあこの動画を見てこのかかり釣りをもっと好きになる、でもっと上手になれるっていうね皆さんのなんかためになれたらいいな、役に立てたらいいなと思って一生懸命やりました。まあ細かいテクニックなんかもね随分解説しましたんでぜひね、ご覧ください。そしてまたねかかり釣りにもっともっとさらにハマってほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、そしたら広島から遠藤はるばる参加の井ノ原先生から、コメントいただきました。まあ、かかり釣りはね、本当に楽しい釣りですし、まあ、奥も深くて、単純な部分もあれば奥も深い部分もあって、なかなか人口もね、かかり釣り人口も減少してみたりと、いろいろありますけど、まあ、もしこの動画を見て、皆さん本当にやってみたいなっていう方がおられましたら、ぜひぜひチャレンジしてみてください。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、愛知県から、まずトーナメント黒川。お疲れ様でした。南国のような天気でちょっと焼けたかなとか思うんですけど、今回僕撮影はしてません。もうとにかく NSR さんのもうできるだけ協力しようと思ってガチで釣りしました。その辺の内容もまた動画がアップされたらご確認ください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。そしたらもう一方、都市水先生、コメントよろしくお願いします。お疲れ様です。2日間いろいろ勉強させてもらった釣りもありましたし、自分でいろいろ考えながらやった釣りもありました。この楽しい釣りをまた皆さん一緒にやりたいと思います。機会があったらよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんコメントすごい綺麗で感動しました。私ありがとうございます。お疲れ様です。あのね、盛り上げてね行く面もあるかと思いますが、いや今日むちゃくちゃ楽しかったです。もう今日ねこの風なんで、コメントももうボーボー音めっちゃ入っててね、あれキッキングしくて申し訳ないんですが、はい、こんな感じでね悪天候にもかかわらずこの笑顔ですよね。というわけで、はい、またね、次回企画していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。